無人はあのロボットコントローラーメーカーでございまして、特に物流に関しては最近では、まあ、通信販売会社、まあ、e コマース会社に向けたあのピッキングソリューションという形でさまざまなロボットソリューションを提供しております。で今直近の課題としましては、やはり、まあ、自動倉庫だったり、まあ、そういった自動化設備っていうのはいろいろ入ってはいるんですけれども、結局ピッキングと呼ばれる作業ですね、お客様の注文に合わせて商品をピッキングする、この作業がどうしてもまだ自動化できておりません、まあ、そういったものをですね解決する一つの方策として、ロボットソリューションを提供しております。特に今ご覧いただいているこのロボットのソリューションでは、まあ、3つのロボットが同時に動いておりまして、で今までの人間がピッキングをしてそれを仕分けていく、まあ、そういった作業を代替しているものになります。で無人はやはりですねロボットメーカーではなくロボットコントローラーメーカーでございますので、さまざまなロボットメーカーと一緒にコラボレーションをして、ソリューションを提供することができます。まあ、これによってですね、あのさまざまな SKU、 つまりいろんな品種のもの、いろんな商品のものもですね、高精度な3次元ビジョンで認識をして、そして、しっかり丁寧にピッキングをして注文された商品を配達していくと、仕分けていく、まあ、こういったものを自動化していくことが可能になりました。また無人ではピースピッキングだけではなくて、全体の自動倉庫、まあ、無人の倉庫ですね、完全無人倉庫、自動倉庫を実現するためにさまざまなソリューションを提供しております。例えばトラックから商品を荷下ろしする、今ドライバー不足というのが謳われていますけれども、そういったことも自動化しようとするデバンニングロボットであったり、あとパレットできた商品を、まあ、一つ一つ荷下ろししていく、まあ、これも非常に大変な作業になるんですけれども、そういったことをするデパレタイズのロボット、そしてお客様の商品が包装されて段ボールになった時にそれを積んでいくロボットですね、パレタイズロボット、さまざまな商品を展開しておりまして、将来に向けて完全自動走行を実現するために日々奮闘しております。